저는시영이시영です。クロダドール。フチ。めったに言わなくなったクロダドールって。来ないで来ないで来ないで。まずソーシャルディスタンス。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 そうだ、でもちょっと喋れるね、韓国語。あ、やばい。なんで、なんで寄ってくるの。うん、今日食べたご飯のこと言うわ。あー、一緒やったもんな。何だった、何食べたっけ。あー、オッケーオッケーオッケー。なんか、はい、ちょっとさ、はい、やりたい、これをできるのかな。食べたことを話すね。行きます。お、できた。はい。アニハセヨ。今日食べたことを話すねって言って、アニハセヨって何ですか？オヌルン。何だったっけ？体調は大丈夫です。ま、I'm eat is。なんで英語喋んの？急に。もう。あ、オヌルン、うん、で、なんて言うんだったっけ、食べた。もごっそ。もごっそ。ヌン。ヌン。あれなんて言う、チキンサラダ。チキンサラダご飯。So delicious。なんで？で、今のちょっと直訳してみて、訳してみて。おね、チキンサラダもそう。違う違う、あの、フーバーが今言ったこと日本語で、うん、なんて言った。今日チキンサラダ食べた。お、ほら、言えとるって。イエイイエイ、テンション高。はい、喋れた。もうほら、これで、あの、どこに行っても通用します。どこに、どこの、どこに旅行に行ってもオヌルンチキンサラダ食べたよでいけます。じゃあ正しい言い方は、このなんか、なんていうん、自然な。オヌルンチキンサラダと思った。そんなに変わるのかい。変わるよ。今な、敬語みたいな感じ、丁寧な。いや、全然タメ口やってん。ふわ、じゃあふわの、うん、もごっそはタメ口。あ、そうなんだ。あ、きたきたきた、バッテリー。バカの韓国語は言えるよ。なに、バボ、パボ。え、どう、バ、パ、バボ、バ、うん、パ、バ、バボ、全部点々。うん、バボ。おー、シオンドゥンバボ。寄ってくるのがやばいって。こうやっててしたら寄ってくるのがさすがにクロダドールなんですよ。で、こうされたら寄るしかないよね。なんで？別こっちで「あいた」ってされてさ、こんのはちょっとダメだよ。チョンヌン、飲む飲む飲むオタクイムニダ。私はめっちゃオタクです。あらっさ。でもな、韓国ドラマとかよく見とって、ちっちゃい頃とか、うん、なんかちょっとはわかる。韓国ドラマってめっちゃなんか同じこと言うくない？同じこと、うん、同じ言葉。ううなんか、うん、飲む、ちんちゃん、ワンジャン、テバ、うん、な、ポゴシポ、ポゴシポッサ、ポゴシポッサ、ポゴシポッサ。あとはチャカマ、チャカマ、チャカマニョ、チャカマニョ。あと、確かにふわ、めっちゃめっちゃな、ちっちゃい頃見とったけど言えるわ。なんか確かによあるある。ミッチゲッソ、ミッチゲッソ。キラキラ光るお空の星よ。え、もこの人って
ショールームの時もこういうことするんですか？キーラーこういうことするんですか？うま？違うやろ一人でやるとき落ち着いてる。一人はだって一人はさ、だいたいテンション低い。なんで？私は人が誰かおると嬉しいからテンションが上がる。なんか私逆やねん。誰かといると落ち着いて、うんうん、なんか見てる、うんうん、で一人でやったら、うん、キーラーキーラーやってる。だってさ一人でやってさこんなことやったら悲しくならん？悲しくならん。いや絶対なるって。ならんって。やばいやばい。こうじゃない。こうの反対なんて書いてんのこれは。だい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 。何それ？ドド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 。寒いってこと？そうそう。なんか怖い時にあっって感じ。あ怖い。いや、うん、あそういうこと。あ、デフはまあ、あの韓国の翻訳アプリがなんか、うん、ゲームの CM でずっと出てきとって広告で、うん、それの広告の一言言える。何？ヨギが飲むとおよ。え、どういうこと？分からない。え、全然分からへんねんだけど。おいおいおいヨギが飲むとおよ、うん、で、すごい出てきた。じゃあ、暑いです。あほら、キラキラ光るなんとらるるるる。はいはい。猫ってなんて言うの？こやんぎ。こやんぎ。こやんぎ。저는고양이입니다。저는고양이입니다。안돼。안돼。유명한키스미네안돼버전やってみる。ダメ。あ、안돼やん。안돼。안돼。지금은안돼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 하이마이하이후와와지분디한국어를しゃべれたら自分を褒めるようにしてます。また新しい言葉覚えれたから。でも후와네一個覚えたよ。うん、歌なんか愛嬌ソングみたいな。あ、きよみさん。うん、何それ？私、うん、てん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 、おっとけおっとけ、にがのむえぽ、おっとけおっとけ、ならばなぼれ、おっとけしんがけ、うおー、さらなななな、ちょったごちょったご、ふぅふぅ、最高。でも一回覚えた言葉でもすぐ忘れちゃう。うん、日本語訳するとなんて言ってるの？何が？あの歌がってこと？わからない。あんたがほんま好き、どうしようどうしようって感じ？そんな言葉を歌にしてるの？おとけってどうしようとか。ああ、そういうことか。あ、なんか習ったぞ。習ってないな。なんかな、忘れちゃうわ。おとけおとけ。興味を覚えました。なんちゃらとほんちゃん、きよみ。なんちゃらとたーちゃん、きよみ。さーだーぎさーだ、きよみ。3です。え？3やねん、これ。こっちかと思った。あ、こっちか。いや、韓国さ、こうやって、うん、こうやるから。この曲はこれ？これ猫のひげ。きよみ。てててててて、きよみ。てててててて、きよみ。イエーイ、かわいい、かわいい。なんか滑舌いいよな。でも、うん、アナウンサー、青巻き髪、赤巻き前、黄巻き前、여러분안녕하십니까1층입니다。地下鉄のアナウンサーみたい。そう、地下鉄のあれできんねん。あの電車の、うん、やってみて。次ナンバーですみたいな。이번역은홍대입구。うう、홍대입구역입니다。行ったことないけど絶対そんな感じ。홍대。홍대はどんなところですか？大学です。大学？大学がいっぱいあるってこと？いや、大学の名前。あ、え、홍대っていうお店、お、ま、町じゃないの？홍一대학교のあの縮めて홍대って言うんだけど、シオンのせいで韓国行きたくなるよな。でも美味しいものいっぱい食べたい。美味しいもんいっぱいあるよ。何？あ、
フワはな、本当の韓国の本気のおでんが食べたい。おでんは、おでん、あのあれ食べたい、あの串に刺さってる油揚げみたいなやつ。串に刺さってるおでん。うん、でも一緒やね、味一緒やね。え、そうなの？日本であるのと変わんないの？変わんないよ。んじゃあ、あとは、ケジャン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 はさ、食べに行くって言った。あんたが行かんかったやん。だって今はやばい時じゃん。どっちが辛いの強いの？フワやろ。そうなんですよ、フワやろ。うん、私がめおいの強いです。辛いはめお、めおチキン、めおチキン。あのチキン？ん？メオチキン？あのチキン？知らんけど。え、フワは何番にあるメオチキンが好き？え、なんか名前がメオチキン？うん？違うよな。どっかの店の中のメニューで見た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 。え、マジで？ツラアシのめっちゃ辛いトッポキ食べに行こう。え、どこにある？ツラアシ。え？なんて書いてあんのこれ。日本のアイドルが有名なので NMB の韓国人っていうのね、同い年のシオンさんが、あの親密感マックスです。あ、同い年ってこと？この見てる人は、うん、マスミだ、コマコマコマ。ハウは関西に染まってるな。染まってないよ。シオンも一応染まってるけど。染まってない。この人鳥取県だから。そうだよ。でも鳥取からこんな素晴らしい子が生まれたことを感謝してよ。ね。ありがとう。ありがとう。鳥取県の人はみんな長くて可愛いんかな。長くて背が高くてってこと？うん、あ、足が長くて。足が？いや、フワだけでしょ。これはやばいですよ。これは。ちょっとやばいと思うんです、この人。で、なんかさ、鳥取だけだと思う。じゃあ大阪にこんなもっと背高い人ばっかりおると思ってたけどさ、フワが高かったわ。めっちゃ高いよね。え、ミイキさんより1センチ高い。1センチ高い。あの二人の中に入ったらダメです。中野郁美さん知ってる？うん、鳥取のチームエイト。うん、あのダンスがめっちゃ上手な方。友達？いや。し、あの、もう足長いって、うん、あ、そうなんだ。フワのガチな感覚メイクしてるしな。フワはいつもさ、結構日本っぽいメイクよな。フワ日本っぽいメイク、うん、なんかこう盛るみたいな。違う。え、全然韓国。フワ、うん、嘘だろ。フワ韓国やで。その涙袋も韓国やで。マジで言ってる？うん。どっちかというとシオンめっちゃ日本ボーイのね。うん、シオンめっちゃ韓国だよ。シオンはだって韓国語うまいもん。あ、そっか、韓国、あ、そっか、韓国人やねん。あのさ、韓国人なんやから、うん、でも日本人だと思っちゃう。フワ本当にだけ日本語、あ、韓国語うまいな。どっちだったっけって最近ちょっと分からなくなる。正直この人韓国人やと思いませんか？うん、思わない。めっちゃ韓国語言うから。うん、だって韓国ドラマ見てたらね、そうなんかね、覚える。めっちゃ覚えてるやん。あと韓国の歌でよく出てくる歌詞も言うからね。今から韓国の歌でよく出てくる歌詞は森部とバルクカジ。モリブとバイクかじねサランスロー。そんな昔の歌知ってんの？うん、なんか知ってる。チキンも食べたい。毎日食べたい、うん、チーズボール食べたい。チキンにチーズボールあるやんけ。チーズボールってマジでさ、一回食べたらさ、もうなんかもうそれが止まらなくなるんだね。あと何がある？可愛い曲。あ、フワはね、A ピンクさんの曲が好き。
アイドンのオンライオン、あー、うん、知ってる、あっ、えっとだな、次再現の仕方が、色迷うメールくれるもらよ、味あ、違う何度も味とくれるもらよ、もちじまよ。12年前に A ピンク鼻の前で見たって。え、発音めっちゃいいな。お疲れ様です。すいません。すいません。ちゃくまこじるんでまう。発音めっちゃいい、めっちゃ。くでもらおる。もう聞きすぎて、なんかコピーした。意味がわからんくても。黒マスク、白マスク。ね。めっちゃうまい。あのさ、モノマネできんね。え、やってやって。あ、ナチュレ。あ、違う。出てきた。パーボがったんじ。こんにちはさ、可愛い、ありがとうございます。日常だ、ねらみもらの。あ、AKB 歌じゃないか。あ、そう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 。これはこれセーフということで、 A が入ってるので。チキン食べたい。チキンも、尻尾。チキン食べたい。やってる。あっちゃんぐりんもらよ、ねちゃんもはちゃんもねちゃんもはちゃんもねちゃん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 ねすみっぽぬなちじょうとめまめまなのなのだにのれあっちゃんぐにもらよ。지금우리학교는복음보는데너무무서워요愛嬌一個お願いします。フワが、うん、なんでだよ。みたい。誰のフワの、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと考える。もう愛嬌セリフ。なんでやねん、愛嬌って言ったのに。あ、愛嬌セリフ。愛嬌セリフなんかも持ち合わせてない、教えてないか。キュー、うん、キュー、キューあ、かわいい。キューって意味。なんて意味？キューなんて意味？キューって意味？キューって意味。あ、チーズバーガーさじゅうせよ。なんて向けて？チーズバーガーさじゅうせよ。チーズバーガーさじゅうせよ。うん。オッケー。それかわいい。いきます。おねだりするの。チーズバーガーさじゅうせよ。ちょっとかわいくない？もっとかわいい。あの、さじゅうせよ。だって今の可愛いか。ティーヌバゴさじゅうせよ。え、フワにさ、バガキングをもう全部買ってあげたいって、100個買ってあげたいって言って。
バーガーキングマジで好き。マジで美味しい。やばいやばい。でもなくなった。なくなったよね。なんでなくなった？なんでやねん。あんたのせいやろ。だってさ、あんた買いまくっててさ。でも毎日食べとったわ。あるとき。あるとき毎日食べとった。何？うん？何食べた？普通のチーズワッパー。ワッパー何個食べれる？一個しか食べない。でかいじゃんあれ。あ、ジュニア、うん、普通のやつ、あ、1個しか食べれない。そうなんや、シモン、ジュニアにしてナゲットも食べる。あ、はい、では、では、はい、では、では終わりにします。練習しないとやべえです。はい、バイバイ。ヨンスプ、頑張ります。ヨンスプ頑張ります。バイバイ。ヨンスプ頑張ります。またね。バイバイ。